宣言。関東三和会は民主主義の精神にのっとり、世のため人のため日夜精進を重ねてきたのでありますが、社会情勢の赴くところ志必ずしも意のごとくならず、天下に深く反省の意を表明するため、ここに関東三和会を解散する旨決定した次第であります。東京周辺のヤクザの統合団体関東三和会が消滅した後、系列各組長はそれぞれの組を解散、正業に就く旨の声明を発表した。そして2年後、泥棒やめてくれ。組にいたんですよ。うちに？ええ、組が解散しちゃったもんで元のグレンタに出戻りやがったんですね。まあかわいそうといえばかわいそうだが、さあどうぞ。兄貴どうですか、昔の島。変わったな、月並みなセリフだが。でしょうね。一口に8年と言うけど、その間に親分は死ぬ、組は解散する。島村の兄貴は土建屋の社長になって、こっちはその運転手。これからどこまで変わりやがんのか。あ、そうそう、兄貴のおかげでうちが利権を取った埋め立て地覚えてますか。そのために人一人忘れるわけにはいかねえだろう。そういや、そうですね。いや、あそこにね、石油コンビナートってのが建ったんですよ。石油コンビナート？ええ、石油タンクやら工事やらがずらーっと並んでて、そりゃ豪勢な変わりようですよ。あ、回ってみますか。いや、島村が待ってるだろう。兄貴、会社はこの上なんですよ。
しろ。と見間違えたらしいな。相手は分かんねえのかな。なんて言ったら気が済むんだよ。俺はね、誰にも頼まれちゃいねえよ。島村の野郎、俺たち下っ端放り出しやがってよ。てめえだけぬくぬく社長なんかに収まりやがって、でげつらしてっから止めきたんで。そんなのは嘘に決まってますよ。チンピラってやつはね、クビになって恨みがないと人は殺さないもんだ。すると背後関係があるってわけですか。原因は桜田建設のご覧ですか。そうそう、三号埋め立て地の整地利権争い、かなりどきつかったそうですね。そのことで恨みを買ったんじゃありませんか。こんなことは桜田さんに聞いてほしいね。ほら、ちょうどお出ましになった。よう、大変だったそうだな。お前も出てくる早々で驚いたろう。桜田さん、今度の騒ぎは入札競争に負けた腹いせだってもっぱらの評判ですよ。何、人の口に戸は立てられんさ。大体お前のところのチンピラを何で俺が使わなきゃならねえんだ。あの年頃一番善意の欲しい時だ。するのに手間いらねえや。何、川島のおじきだ。今参考人で呼ばれてきた。俺たちは出が出だから、ちょいとした答えでもすぐに睨まれる。身から出たサビで仕方もねえが、今じゃお互いに制御についたんだ。せいぜい身を慎んで変な取り立てされねえように気をつけるんだな。沢木、長い間ご苦労だったな。世の中変わったんで驚いたろ。今じゃ俺も楽隠居だ。落ち着いたらうちの方へ遊び来いよ。ええ。帰る早々妙なゴタゴタに巻き込んじゃってすまなかったな。いや、西村には女房子供はいねえのか。ああ、一人もんだった。その点まあ気が楽だって言やらくだな。桜田とのゴタゴタってのはどういうんだ。こっちの事業に割り込んできやったんだ。まあ、いずれ詳しい話は聞いてもらうよ。それよりまあ一つ、8年か、長かったろ。ご苦労さんだった。本当に照れるぜ、お前にそんなふうに言われちゃ。いや、埋め合わせはきっとつけるぜ。これからは何にもしないでのんびりとやってもらいてんだよ。まだ隠居って年でもねえさ。それよりおめえ、かみさんはご覧の通りだ。女ってのは寝る時の方が邪魔なもんだ。そんなところも昔のまんまだおめえは。それはそうと、俺は組を解散したことについてどう思ってるんだ。どうっていうと、なんか意見があるんじゃねえのか。親父さんさえ生きてりゃおめえが跡目を継ぐはずだったんだからな。島村、覚えてるか。勝負事はいつもお前の方が硬かった。勘も良かった。おめえの忠告も聞かねえで、俺はしょっちゅう恨み恨みに張り続けて大負けをしていた。
誰かが嫌がったな。恨め張りの騒ぎか。おめえら気が強すぎたんだ。不器用なんだよ。わかるだろう。だからこういうご時世を乗り切る役目はやっぱしお前に任すしかなかったろうよ。そうかい。そう言ってもらえりゃ俺も気が楽になる。どうも遅くなりました。おう、入れ入れ、待ってたんだ。失礼します。こっち座ってくれ。こんばんは。さき、今夜酔ってくれ。解放役も来たし、この先のホテルに部屋も取ってあるんだ。寂しいな。はい。どうぞ。どうぞ。おい、どうしたんだ。いや、島村、せっかくだが今夜勝手にさせてくれ。どうしたんだ。なんか気にされたことでもあるのかい。いや、違うんだ。せっかくのもてなしを無にしちゃ悪いが。沢木、おめえ。そうか。確か、ニエさんとか言ったな。見どころ、分かったのかい。いや。ただ、久しぶりに一人でほつき歩きたくなっただけの話さ。今日出てきましたよ。二階の部屋まだ空いてますか。葬儀屋の二階なんぞ借りたがるやつは何人もおらんよ。早く上がんな。さっきからお客が待ってるよ。客？兄貴。マサ。兄貴きっとここへ帰ってきなさると思ってました。それで掃除してくれてたのか。すまなかったな。いえ。兄貴、出生おめでとうございます。よしな。え、東京中のヤクザ軒並み解散したはずだ。それをてめえだけもたもたと。そのことです。兄貴、長いこと苦労かけた挙句がこの始末で、私は申し訳なくて。おめえに謝られてもな。こいつも年取りやがった。兄貴きりゃ売り出せるかと思ってバカなもんでしたよ。今じゃその傷を見るたんびに冷や汗が出ます。何してるんだ。え、今だよ。島村の会社にいるのか。いえ、誰があんな。あんな。いえ、実は兄貴、今美恵さんの仕事を手伝わせてもらってるんです。美恵。
マサさんに聞いたのね。苦労したんだってな。いつまでも料理屋の女中でもないでしょ。お前には本当にすまないことをしたと思っている。今さらそんなこと言ってくれたって、8年前には戻れやしないわ。ご挨拶は。こんにちは。お腹すいちゃった。台所にドーナツがあるわ。ちゃんと手洗ってからよ。うん。驚いた。うかつな話だ。お前が結婚していてもちっともおかしくないってことを忘れていたよ。マサさんに聞かなかったの。男なんてあんた一人で。見え。それじゃああの子は。なぜ、なぜあの時言わなかったんだ。もし言ったら私の言う通りにしてくれた。人を切りに行くことなんてやめてくれた。あの子は私が勝手に産んだ子です。あなたに迷惑はかけないわ。秋夫って言ったな。あの子は俺が親父だってことを知らないのか。父親は生まれる前に死んだって言ってあるの。それともお父さん刑務所にいるって教えた方がよかったの。診療所の大町先生にあの養鶏場任せられて、やっと親子二人幸せになれたとこよ。今さらあんたお父さんなんて呼ばせないわ。俺はここへ来ちゃいけなかったようだな。その通りだよ、沢木。大町先生、どうも。沢木、美恵さんの気持ちが分かったら黙って帰るんだ。二人の幸せを願うんなら二度とここへは来ないことだ。先生、せめて三重の面倒を見ていただいた礼だけは言わせてください。どういう決定だったんだ。堪忍して、やっと逃げて帰ってきたのよ、沖縄から。沖縄？あんなとこで歌を歌ってたのか。騙されたのよ。そりゃひどい目にあったの。なんでなんでその面。だから言わねえこっちゃねえんだ。おめえの歌なんて人様の前で聞かせる代物じゃねえって。あんちゃんあれほど言ったのに逆らいやがって。おれバカ野郎。あんちゃんお願い、私をかくまって。かくまう。やっぱりここだってな。あいだ、妹に何か用でもあるのか。さ、幸子はまだうちと契約が残ってるんだ。勝手な真似はさせねえよ。てめえらか幸子を食い物にしやがったの。なんでなんで。ガタガタ言ってねえでおとなしく渡せよ。あいだ、昔の仲間同士で何揉めてるんだ。沢木の兄貴、
関心に面だけは覚えててくれたな。まさにかあって俺が話聞こうじゃねえか。あ、幸子見つかったか。他の者の見せしめだ。少し痛みつけてやれ。隊長、それが。ああ兄貴、お前がここの社長か。え、何やってるんだ。看板通りですよ。歌い手とかストリッパーをキャバレットの劇場に。そんなこと上がってる。他に何をやってるんだ。兄貴、そんな税務署みたいなことは。ジャンディ、広都市の女の子集めて沖縄くんだりまでルート飯があって、裸踊りをさした上に客まで取らしてんじゃねえか。マサの言うことは本当かい。それは当人たちが勝手にやったことでしてね。まだ契約が残ってるそうだが、まさかそんなひどいところで仲間の妹を返すわけにもいかねえだろう。俺が預からせてもらうよ。兄貴、そんな。なあ久保、お前も昔は小滝組の幹部の端くれだったんだ。いくら世の中が変わったからって亡くなった親分の名前に泥を塗るような真似だけはしてくれんだよな。頼んだぜ。この店は島村も関係してるのか。 いえ。社長、昔は昔だ。このまま黙ってていいんですか。何、幸子はすぐ帰ってくるさ。あの味はそう簡単には忘れらんねえよ。ところで例の土地のはうまくいってるのかね。大町という地主が評判の頑固者ですので手こずってますが、近日中には何とか目鼻が。今度の工事計画ではどうしてもあの土地が必要になる。早く手に入ればこれはいくらでも高く売りつけられる。私も儲かるが、君はその上コンビナートの建設工事権という大義が釣れるんだからね。大いに走りしてもらうね。あ、分かっております。必ず先生の御意に沿うように。よし、組み立てる。なるほど、島村の黒幕は板垣って代議士だったのか。ええ、板垣は民政党の工業開発委員をやってますからね。島村に政治の利権を落とすからくりなんざ挟めしまいだったわけですよ。となると、このままじゃコンビナートの建設工事の利権まで島村に持っていかれる。持ってかれたまるか。問題は島村が何を餌に板垣を引っ掛けたかですよ。え、そのネタが分かりゃこっちはもっと応じかけなってて奴らの間に食い込める。そうでしょう。よし、すぐその仕掛けを突き止めろ。建設工事の利権だけは何が何でもうちで取るんだ。こいつが今度のコンビナートの工事計画だ。ざっと60億の大仕事だが、こいつをうまく受ければ島村建設も歴史的な一流会社よ。おめえにもぜひ重役になってもらってな。俺が重役？柄じゃねえなんて言わねえでくれよ。元あてやおめえが8年前に体張って取ってくれた埋め立ての仕事でこの会社の基礎ができたんだ。おめえが入ってくれるとなりゃ会社の名前を変えなくちゃいけねえな。桜田と接ってるってのはこの仕事か。ああ、桜田なんかにはどんなことがあったって渡せねえよ。俺たちは世の中の表通りでやられてこのチャンスなんだろうな。ヤクザが表通りをすっくり返って歩いてどうなるかな。俺たちはもう堅気なんだぜ。島村、お前久保の芸能者が何やってるか知ってるかい。体裁だけは堅気さんだが中身はヤクザよりもっと汚ねえ。まさかおめえの仕事も同じたちのもんじゃねえだろうな。おめえの言いたいことは分かったよ。つまり。おう先生、お前もいたのか。ええ、お呼び立てしてすみませんでしたね。まあおかけになりませんか。話ってのは俺の振り出した手形のことだね。
期限が切れてから1週間ですからね。一応裁判所の方には提訴しておいたんですがね。ああ、じゃあこの次の手は俺の診療所の差し押さえかね。いや、そういう真似をしたくないんですよ。どうです、いい加減につまらない強情張るのやめて土地をお話になったら。だいぶ値が上がってますしね。手形を落として養鶏場の借金払ってもまだだいぶお釣りが来ますよ。断る。この先どんな手を使ってきても無駄だよ。差し押さえるのになんなり勝手にしてまえ。頑固じゃめ。島村。ん？また来るぜ。詐欺。手形をパクられた。島村に。いや、直接パクったのは別の男だがね。そいつの手から芸能者の久保に当たり、すぐに仲間の島村のところに行っちまったってわけだ。善意の第三者ってやつだな。そうなるとどうしようもねえ。初めから連中を企んできやがったのさ。何だって島村のやつそんな真似を。あの土地が欲しいからさ。ほら一帯にまた大きなコンビナートができることになってな。で島村のやつ俺の土地に目をつけやがったんだろ。ところが俺がそう簡単には売らねえつもりだってことを知ってやつら早速こんな汚い手打ってきやがったのよ。そうでしたか。沢木、お前も島村の仕事を手伝うつもりならよく覚えとけ。これだってこの土地でなきゃ暮らしの立たねえ人間が大勢住んでいるんだ。俺は金輪際この土地は動かんと。おっとっといけねえ。よし、隠せ。こんにちは。どうも。またやったな。いけない、やれ。あれだよ、俺の泣きどころは。そこら中の組が解散して一番惨めなのはチンピラどもだ。みんなああやって狼みてえにうろつき回るしかねえ。俺はあんな奴らに三重さんにやってもらってる養鶏場をもっと拡張して仕事をやらせてみようと思ってるんだ。もっとも当の連中はご覧の通りの始末だがね。ハチよこせ。やばいやばい。俺の知らない間にサチ、あんちゃんの言うこと聞け。サチ、あんちゃん、よこさねえ。あんちゃん、お願いだ。あんちゃんの言い間にこの分けあってよこせ。あんちゃんによこせ。バカ、腹されたよこさねえか。マサさん、どうしたの。よこさ、どうしたんだ。もうやめる。おい、どうしたんだ。先生、このバカ、この分けあって先生に見てもらうんだ。やっか。そうです。先生お願い。ダメだって。返して。今度だけ。うちにやってくんだ。やめて。先生に見てもらうんだから。やだやだ。おこらしくしろ。そのおい。ちょっとまで飾りやがって。やだ。返して。返してよ。返して。今度やめる。あの埋め立て地の利権には小滝組の命がかかっているんだ。沢木、男になってくれるか。沢木さん、8年間あんたの帰りを待ってましたよ。あんたは金井一家の坂井慶次郎だ。思い出したようですね。
かってるはずだ。勝負してもらおう。勝負か。懐かしいセリフだ。ヤクザはみんな転業しちまったと思ったが、まだあんたみてえな人が残っていたとはね。小回りの利かねえ不器用もんでね、あんたにあいにくだったか。いや、無所を出てきてからこんな嬉しいみてえな気持ちは初めてさ。だが酒井さん、俺も簡単には切られたくねえ。遠慮はしねえつもりだが。じゃあ行くぜ。生ならよせ。俺にこれ以上恥をかせる気か。どうやらおめえも恨め張りの口だな。何？不器用もんだってことさ。俺の命を狙う奴が一番てめえに似てるなんざ妙な話だ。どう思うと勝手だ。俺はこんなこっち諦めやしねえぜ。分かってるよ。俺たちの因縁じゃこれっきりってわけにはいくめえ。大事にしろよ。一人で遊んでんのか。うん。なんで。しょうがないんだ、本館のグロープ持ってないから。仲間に入れてくれないのか。うん、だから一人で修行してるんだよ。修行？僕ピッチャーになるんだ、尾崎みたいに。そりゃ偉い。あの杭のところまで投げられるか。無理だよそんなの。無理なもんか。毎日投げてりゃきっと届くようになる。グローブ買ってもらえる頃にはな。本当かな。本当だと思う。坊や、今日はおじちゃんと遊ぶか。悪いな、僕こんなの買ってもらっちゃって。
でもさ、どうしてグローブはダメなの？あの杭へ届くようになるまではダメさ。そうか。ねえおじさん、男の中の男って何のこと？マサおじちゃんがおじいちゃんのことそう言ってたよ。さあ、ボツボツ帰ろうか。お母ちゃんが心配するといけないからな。うん、おじさんも一緒においでよ。母さんにお礼言わせなくちゃ。そのうちにな。明日帰ってたの？うん。ダメよ、遠くまで遊びに行くときにはちゃんと行くとこ行ってかなくちゃ。うん。どうしたのよその自動車。うん。運じゃありません。どうしたのよそれ。買ってもらったの。誰に？マサおじさん。こないだうちに来たおじさんだよ。ほらマサおじちゃんが言ってたろ、男の中の男だって。水門のところであのおじさんに会ったんだ。そしたらこれ買ってくれたの。いいおじさんだよ。マサさん、どうしたの？え、島村建設の奴らが整地の工事を始めたんです。先生に知らせてきます。入り込んできたわけじゃあるめえしよ。そいでも先生、あのままじゃ奴ら勢いに乗って何をしでかすか。大丈夫だ。それより下手に騒いで怪我でもさしてみろ。向こうの思うつぼだぞ。奴らのぼせりゃのぼせること都合が良くなるんだよ。おい、止めろ。沢木、お前しばらく姿見せねえと思ったらこんなところで何してるんだよ。島村、今日は何も言わねえで帰ってくれ。何？社長、ごめん。なんでもっと早く行ってくれなかったんだい。あそこに三重さんがいると分かったって今さら手を引くわけにはいかねえぜ。やめろとは頼んじゃいねえ。長島村、10年前の出入りでおめえが死にかかった時、親身になって手当てしてくれたのは誰だったか覚えてるか？覚えてると思う。そのおめえがよくお前先生をいたぶれるな。義理人情かい、江崎。それを抜いたら俺たちヤクザに何が残る？なあ崎、俺たちが叩き込まれた任侠道ってな、あの親分衆が兵隊をこき使うための都合のいい押し癖だったんだ。そんなものは早く逃げまねえとバカ見るぜ。押し癖だかなんだか知らねえが、俺にはぴったり身に合っちまってるんだ。とても脱ぐ気にはなれねえよ。
どうするつもりなんだい。おめえまさかあのヤブ医者と一緒になってあそこの連中に甘い面見せようってんじゃねえんだろうな。8年ってな、本当に長い年過ぎだったよ。あんなに気の合ってた俺とおめえをここまで離れ離れにさせるんだからな。沢木、おめえはまた恨め恨めと張り続けるつもりかい。沢木、ええ先生、いい加減に諦めて土地を手放したらどうですか。そうすりゃ私たちもこんなことまでしなくて済むんですがね。帰ったら島村にそう言っとけ。余計なガラクタはなくなってせいせいしたとな。おお、こりゃお取り込み中ですな。何ですかこんなところ。大町先生ですな。私ね、こういうものですが、何ですな。先生はこの宮下さんから養鶏場の資金をお借りになってそのままだそうですな。あんたには関係のない話だろう。宮下さん、あれは突き割れてしおらうことに話がついとったはずだが。それがどうもこの不景気でうちも資金繰りがつかなくなってしまったんで。結局ですな、先生の見払い分は私どもで肩代わりさせていただいたようなわけでしてね。そりゃご苦労なこった。だがね、金目のものはこの連中が抑えちまった後だよ。しかしね、まだこの土地が残ってるでしょう。あ、ガラクタの方はこの連中に任せますがね、この土地の処分についちゃ私も債権者として大いに言わせてもらいますからね。それじゃあまた改めて。お、何ですって桜田の後ろに川島のおじきが。君大変な男に見込まれたもんだよ。私はてっきり君の方から漏れたと思ってたんだがね。とんでもありません。先生とお会いする時でも十分気配っていたつもりですし。まあこの際だ、利権は折半っちゅう形でね、川島と手組んでみたらどうだ。冗談じゃありませんよ。この大勢まで苦労してきて甘い汁だけ吸われたんじゃましゃくにありませんよ。じゃあ一体どうすればいいのかね。君との関係が世間に公表されると私の性的生命は終わりだよ。君だって困るじゃろ。わかりました。お辞儀のことは私に任せていただきます。よう島村、珍しいところで会うな。おじきこそご隠居さんのおいでになるところじゃねえでしょう。ん、うん、こいつの仕事のことでちゃいとな。近頃隠居もなかなか忙しいよ。お忙しいのは結構ですが、年寄りの冷や水にならねえようにしてくださいよ。ありがとうよ。おめえもその花っ柱せいぜい大事にするんだな。ベチ相手じゃ気分も何も出やしねえや。真面目にやれ真面目に。
今度だけだぞ。うるせえ、うん、おい、ちょっと待ちな。女に用ができたんだよ。なんだと？川島の時期をこの俺に殺せってのか。見損なわな。そんな話にこの俺が黙って乗るとでも思ってんのか。あんたたちと違ってな、まっとうに暮らしてるんだぞ俺は。だからわざわざ頭下げて頼んでるんじゃねえか。なあ、腕といい度胸といい、おめえだったら一流だしな。あいにくだな。今まで人をさんざん踏みつけにしといて、都合のいい時だけおだてよったってそうはいかねえ。殺意だけは黙っててやら。待ちな。なあマサ、こんな大事な仕事を俺たちがわざわざ手ぶらで頼むとでも思ってんのか。金か。俺も安らなチンピラに見られたもんだな。安原、サチ、薬ちょうだい、薬、サチ子、貴様ら、バラしてる、バカ、当てるんじゃねえ。これで妹をちゃんとした病院に入れてやんな。あいつを治してやる手立てはこれしかねえで。泣きつかれて預かってたんだが、実は俺たちを持て余してんだよ。あのままほっといたらますます悪くなる一方だぜ。たった一人の身寄りじゃねえか。ボロにしちゃいけねえよ。やってくれんな。やり方が汚い。おじさん、マサなんて嫌しませんよ。そんなバカな。確かに沢木の兄貴に会いてってそこに立ってたんだが、あれ、あんたってだ。幸子が千葉の総武病院にいます。よろしく頼みます。マサ、あいつ一体何を。やめ！
芝浦だ。あ、板垣先生。話を打ち切る？ああ、いくら利権が大事だからといってね、すぐに殺人騒ぎを起こすような人とは私も付き合いきれんのだよ。ええ、面会はいらんよ。とにかく君は立ち抜き問題から手を引いてもらおう。分かったな。ちょっと待ってください。ちょっと秋、なんだよこれ。分かってるはずだ。マサだよ。何の真似だって聞いてるんだよ。お前こいつに何か言いてんじゃねえかと思って連れてきたんだ。おめえの好きそうな芝居だが、悔やみのほかには何にもねえよ。そうか。詫びるつもりはねえっていうのか。何を詫びなきゃいけねえんだよ。島村、邪魔っ気な奴に刺客を立てるな、俺たちの流儀で別に珍しいことじゃねえ。だがな、なんで自分の若衆を使わなかった。まさか仮にも仇になった人間だぜ。それも妹ぐるみ利用してかかろうなんざ悪党すぎると思わねえか。沢木、もう一度言おう。俺は言うことは何にもねえよ。引き取ってもらおうか。そうか。どうやら俺たちもこれっきりらしいな。兄弟として会うのは。というと今度会う時は敵だっていうのか。あの土地に手を出す奴は誰も金もだ。なんだよ。お桜と君じゃねえかよ。行ってみろ。なんだ。何をするんだお前たちは。ちょっと道を間違っちゃってな。おい、バックするか。おい、よしぞ。ほら、よけろ。ほら。何するんだお前たちは。何じゃあね。いやー、すまんすまん。おお、ダメじゃんかよ。おい、前出すか。あ、この野郎、ひたきやがって、わざとやりやがったくせに。謝ってんの分かんねえのかよ、このガキども。やめろ、こいつらの手に乗るんじゃねえ。やめろ。
たいだろう、おじちゃん。怪我したのか、おい、騒ぎ。先生、俺にできることといっても、子供には見せられねえことばかりだ。おい。入っていい？ああ。昔とちっとも変わってないのね、この部屋。怖いくらい殺風景だわ。住んでるやつが住んでるやつだからな。手の傷どう？大したことはない。包帯取り替えるわ。この間はすいません。明夫にあんな立派なもの買ってもらって。おかしなもんだな。てめえの子供におもちゃ買ってやって礼を言われるなんて。ヤクザくらい因果な生き物はいねえってことかな。お願いがあるの。ん？もう危ないことやめてくれない？大町先生だって心配してるわ。先生が？それに明夫だっていることだし。というと？やっぱり親子は三人で。私待ってたのよ、本当は。この八年、あんたがいてくれたらって何度思ったか。お願い、今度は私の言う通りにして。見え。青木さん、いますか。誰だ。酒井ですよ。青木さん、あんたの殺しに懸賞がついたよ。桜田か。もう一枚、川島がね。なるほどな。それじゃあここいらがあんたとの勝負時ってわけだ。いや、川木さん、俺が食うや食わずであんたの出所を待つとな、誰のためでもね、俺の意地を立て通すためだ。その意地をね、あの豚どもは銭で買う。汚ねえ金儲けの道具にしようってんだ。そんなオチがついたんじゃ、たとえあんたを切ったところで俺の意地は達せがねえ。
俺は敵討ちはすっぱり諦めたよ。するとこれから一つ解散式ってやつに立ち会ってくれませんか。解散式、金井組のね。見つくたい、他のやつから見りゃ気違いだとだが、俺は8年間こいつを抱いてきたんだ。うちの親分を切ったな。確かあそこの埋め立ての利権のためでしたね。挙句の果てにあんたは無所で俺はシャバで、盛りの8年を棒に振った。しかもあそこにおったってるな、俺たちには縁もゆかりもねえ代物だ。なんだかつまらねえような話だとは思いませんか。いつか俺たちは似た者同士だと言ったな。俺も今あんたと同じようなことを考えていたよ。どうする気だね、これから。あてなしですよ、今さら堅気の暮らしができるかどうか。あんた、俺か。俺はまだやらなきゃならないことがある。羨ましい。だが気をつけてくださいよ、奴ら諦める球じゃねえ。今何時だい？7時半だ。奴はこれから風呂へ入る。出てくるのが8時。それから酒かな。あとは目かけと。バカ。10、11、12時には寝ちまう。目が覚めた時には豚の丸焼けだ。聞いてあげるな。おい、いい手があるぞ。こいつを使って豚と豚とを噛み合わせんで、火なんかつけるよりよっぽど率よ。はい、島村だ。
何？そうなんですよ。桜田組をとっちめる材料をね、あんたに売ってあげようって言ってるんですよ。え？名前なんかどうだっていいじゃないですか。確かですよ。物はね、はじきなんですよ、はじき。もしもし、もしもし、はじきはどうした？もしもし。お呼びですか。桜田んとか何かごたついてるらしい。貼ってみろ。奴らが大町を抑えたとなると、いやあ、どうもどうも先生、こんな夜更けに恐縮ですな。夜中の往診は慣れとるよ。早く患者に合わせてくれよ。そうしてあげたいのは山々なんですがね、うっかり動かれると命に関わる危険な病人でしてね。病人の保護は医者の役目だ。迷惑になるようなことはさせんつもりだが。おお、その保証が終わりですかな。いや、さっき拝見した様子じゃ先生のとこにはもう目薬一本残っちゃいませんよ。ね。どういう条件なら三人を返してくれるんだね。そう出てくだされ、話が早い。なに、こっちの条件は簡単ですよ。こいつにね、ハンコを一本押してくださればいいんです。土地譲渡証ね。なるほど。まあ、私たちもかなり危ない橋を渡っての取引だ。これぐらいの保証は当然だと思いますがね。しかもただというんじゃない、それ相応の値段もちゃんと書いてあるはずですね。それにね、私が肩代わりした借金の証文もお返ししますよ。母印でいいのかね。結構ですとも。じゃあ三人に合わせてくれ。おい、これで話は済んだわけだね。おい、行こう。仕上げろ。どうした？やけにしぼんでるじゃねえか。先生、土地取られちゃってよ。それを気にしてんのか、バカ。おめえたちはいつも俺の夢を鼻で笑って聞いてやったくせに。兄貴に。
うまくいきました。始めな。さあ吹き込みだよタレントさん。お前ら誰に頼まれたの、医者をバラしたのか喋ってもらおうか。黙秘権か。だが俺たちは札みたいに甘くはねえぞ。よし、じゃあ黙ってろ。まだ話すんじゃねえぞ。アパートにいたな、キョビ。あ、何？何だって？伊丹さん、それで利権はどうなるんだ、利権は。え？島村ってわけよ。そんな言わせろ。もしもし、伊丹さん、もしもし。とにかくね、こうなったらそれしか方法がないよ。もともと島村君のは先口で、あんたはそれに割り込んできたんだから。何？無責任とは何だい。君の方こそ余計な騒ぎを引き起こしてからに。あ、いや、何を。まあ見ててごらんなさい。すぐに向こうの方から折れてくるから。しかし、怒らせると後が怖い。大丈夫ですよ。奴らあなたを刺したりしませんよ。あなたに利用価値がある間はね。はい、島村です。ああ、川島さん、ただいま。どうも。板垣先生を交えて今後の打ち合わせ。なるほど。12時に週放送の茶室。いいですね。はい、承知しました。あ、それから余計なことのようですがね、今後私に事故が起こるとあのテープは自動的に警察に行くことになりますから、それを忘れなく。では。だいぶお使いのようですね。じゃあ、ひとまずお引き取り願いましょうか。君、先生お宅までお送りして。あ、どうぞ。
んた、また行く気なのね。子供は寝てるわ。まだ。やっぱり親父は死んだことにしてくれてよかったな。生きてるじゃない、ここに生きてるじゃない。お願いお願いだから行くのやめて。これからは親子三人で、どんなに苦しくったって親子が揃っていればね。美恵、本当は俺もそうしたい。だがダメなんだ。そんな、あんたがその気になってくれれば私たちきっと幸せに。お前忘れられるか、大町先生やマサのことを。それにあの土地を食い荒らした豚野郎、忘れられるか。分かったろうな。今行くのをやめたら、俺はいつかきっとそんなてめえが許せなくなる。因果な話だが、これはもう直しようもねえ性分なんだ。こんな男のそばについててお前幸せになれると思うか。俺が帰った時お前言ったじゃねえか、俺を親父なんぞと呼ばせやしねえって。子供と二人で幸せだって。強いんだよお前は。あの子をあんなに立派に育てた女なんだ。これからだってきっとできる。見え見え、頼む。なんだい。話がある。出かけるところなんだ。手間取らせねえ。ゆうべ桜田の子分を押さえたそうだな。大町先生と二人のチンピラを殺したやつだ。それがどうして。おめえがどう扱ったか見当はついてる。吐かせたネタをもらいてんだ。何のために。三人の敵を討つ。詐欺、おめえ撮影でも垂れ込むつもりかい。敵討ちも結構だが、おめえらしくねえやり方だな。なんで桜田あっさりやっちまねえんだい。桜田をやってもコンビナートは立つからな。何。そうさ、三人の敵討ちってのはコンビナートの話をぶっ壊すことだ。詐欺、おめえ じゃあどうしてもネタは出さねえって言うんだな。当たり前だ。今さらおめえに邪魔なんかさせねえ。ちょっと待って、佐々木。どうするつもりだい。おめえ話をぶちかわすために奴らを。どけ。いやー、どかねえ。落ち着けよ、佐々木。落ち着いてよく考えてみろ。おめえがそんな真似して何のとこがあるんだい。島村、
おめえの損得勘定のおかげで何人死んだと思う。俺が出てきてからでも西村、マサ、そして今度また三人だ。みんなおめえが殺したようなもんだぜ。弱え奴は死ぬさ。当たり前の話だ。島村、本気か？ああ、本気だと思う。言っとくがな、俺もこの仕事には命張ってるんだ。虫けら何匹たまろうと俺は勝つ。絶対にコンビナートを追ったつみせる。もう一度言うぜ。どけ。どけねえな。よせ、今医者呼ぶ。無駄だ。さっき、どうやら今度は俺の負けらしいよ。肝心の書が恨めてやって。何を気の弱え。なんだこれくらいの傷。さっき、どうせ貧乏してんの勝負なら、せめてさえが、おめえと同じ目に遭わればよかったよ。島村、さき、金庫にテープ。島村、バカ野郎、撃ち切れ。
待て、沢木、待ってくれ。おめえの話を聞こうじゃねえか。沢木。